今時刻は7時49分を待っています。おはよう前橋からお送りしております。さあ今日12月16日のメールのテーマ、おじいさま発表お願いいたします。今日のテーマは、大人になったからこそわかるあの魅力いかがなもんでしょうか。いい声してますね。そうですか。なんかあのナレーションとかおじいちゃん向いてますもんね。ナレーションですか。はい、昔ねストーリーテラーって言われたことある。何ストーリーテラー。うん、なんか話すると長いんだってこと細かになんかこう説明するみたい。うんうん、まあ端的に言うとくどいっていうめんどくさいっていうやつかもしれないけどはい、まあでもねそれが好きな方もいますからね、はい、さあ今日は大人になったからこそ分かるあの魅力ということで、まあ、子供の頃ね食べたものだったり行った場所だったり、うん、まあ会った人だったりだけどその時は分からなかったけど大人になってみてまた行ったり食べたりその人のことを考えたりすると、うん、ああこんなに深かったんだとか良かったんだなって気づくことが多々あると思います、うん、そういうテーマで今日は皆さんにお待ちしておりまして、ラジオネーム高崎のパパさんからです。パパさん、子供の頃父親が美味しそうに食べているのがどうしても理解できなかったもの、それは塩辛です。おー、これわかる。塩辛ね。食感がヌメヌメしてなめくじを連想してみる、してしまい、うわなんであんなものを食べられるんだろうと思っていました。ところがお酒を飲むようになり就職してある小料理屋さんで出された塩辛を食べた瞬間目から鱗状態に。日本酒にこんなに合うものだったとは。それ以来塩辛の魅力に取りつかれて店の親父さんに作り方を教えてもらい自分で作るほど塩辛好きになりました。まあ、ハマっちゃった。ああ、もっとも娘ちゃんは小さい頃からパパの作る塩辛を喜んで食べてたから、うん、大人になってからこそ分かる魅力というわけではないかもしれませんけどね。ああ、そっか。その家庭環境によってね食べ物は違うよね。うん、私もパパと同じで、うん、私塩辛今なんだろう小さい頃食べて、うん、私もちょっと苦手で、うん、今でさえ克服できてません。あ、まだだ、まだなんだ。まだ全然です。あ、じいちゃんも子供の頃はなんかや生臭くて嫌だな、食べなかったね。うん、何ですかねあの塩辛のなんか独特な、あれね、うまいまずいあるよね多分美味しいつかお店とかでさ、おじ、うん、そこでね作って提供してるの、うん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 、売ってるやつじゃなくてさ、うんうんうん、めちゃくちゃうまいやつとかあるもんね。こう結構ね、あの普通に作ってる人がさ、こう、うん、菜箸とかでさ、うん、これちょっと食べなみたいな、うん、そういう観光地とか行くとさ、ママって言ってあれかい尻尾振りながら もらって、うん、あ、時間だおじいちゃん。はい、今日は皆さんに大人になったからこそ分かるあの魅力でお待ちしております。あっちゅうまだ。8時19分を待っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしますいや、あの古仙ちゃん、バレンシアのガイアを皆さんにお聞きいただきましたが、ね、古いね90年代の曲、まあヒットしたよね。いや、私知ってる人少ないかな。どうなんだろう。初めて聞きましたけど。そうですか。もう最初感想なんですよ、うん、最初聞いた時は、うん、私あのシュガーさんのシュガー、そうウェディングって曲が大好きで、ああヒットしたねあれね。なんかアーメンってやつあれが、うん、あれっぽいなと思ったんですけど、うん、最後まで聞いてくると最後のフィニッシュなんてこう、うん、ディズニーランドとかのパレードの終わりみたいな。そっかそっか、ちょっと長かったけどね。いやいや、最後まで聞く価値があるというか、うん、その90年代これ、うん、結構ラジオで流れたりとかした時に、うんうんうん、じいちゃんは女性かと思ったんですけど、これ男性なんですよ。そうなんですって、皆さんびっくりですよね私放送中にえって言っちゃって。いやいやいや、これ皆さん歌声女性じゃなくて男性なんですって、ね、なんか10代15、6から曲を作り始めてドタラコタラってね、うん、あのライナーっていうかなんね、書いてあったけどね、その CD のあれに、うんうんうん、はあ、古仙ちゃん的にはこの曲をボヘミアン・ラプソディって言ってましたよね、うん、なんか、うんうん、去年今頃ほらクイーンとかね結構あってね、はいはい、
なんかこの人の久々聞いてみたら、なんかそういう影響を受けてるんじゃないかなって気がしたりとかして。なるほどね、はい、やっぱ音楽を影響を受けてね。そうです、出てきますからね、次に次につながるものが ね、うん、いやでもこの曲好きですね私。そうですか、バレンシアの、バレンシア、ちょっといろいろ調べてください、音源あるでしょうから、いろいろ。はい、わかりました、うん、いや素敵な曲を今朝もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあね、来週はクリスマスシーズンだから、小瀬ちゃんなんかクリスマスの曲とか流してくれるの来週は、うん、一応仕込んであるんだけどね。うわー、じゃあ楽しみにしておりますので。お決まりのあれじゃなくてね、ちょっと違ったやつ、山本さんの曲じゃなくてね山ちゃんのあの曲ではなくあれじゃなくてね、わ、うん、かりました、楽しみにしています、はい、では今日のメールのテーマに移りましょう。お願いします。今日のテーマはあなたのジャニアス、あなたの選手だ大人になってからこそわかるあの魅力。はい、大人になってからこそわかる魅力ということで、幼い頃にはわからなかったあの味、場所、人の魅力、うん、今だからこそわかるあの魅力を教えてくださいということで、はい、では行きましょう。ラジオネーム、赤城山大噴火さんからです。大噴火さん、大人になってようやくお寿司のガリの美味しさに気づきました。どひゃー、今ではガリなくしてお寿司を堪能できないねと。あ、これは本当に大人の階段を登ったね、うん、あの瞬間ですよね。大人の階段登る君はまだじいさん、さっきちょっと階段ずっこけ、ね、ちょっと表行って階段降りて外行って帰ってくる時に、うん、走りながら戻ってきたら、ね、一段ずっこけて、ね、ちょっと後ろの人に見られちゃったんだ大丈夫ですか、うん、おっと危ねえって声が出ちゃったよでもね、何もなくてよかったですけど、気をつけてくださいね、うん、大丈夫でした、はい、ね、本当に階段でずっこけたという方なんですけど、はい、まだ階段登れなくなって坂木山さんはガリの美味しさに気づいたということですけど、うん、ガリうまいよね。私あーちゃんはちなみにまだガリを、ガリ食べられない、はい、うちの町内のねお寿司屋さんでね、ガリ巻きっつうのがあるよ、はい、ね、何ガリ巻きですか。ガリ巻いてある、だ細巻きの中ガリが入ってる。ああ、あの、分かった、かんぴょう巻きとか、あ、カッパとかかんぴょうとか、あれがガリ巻き。それは出された日にはびっくりだよ、これサービスねえなんて言うんだなんだろういや珍しい、ガリが入ってる。あ、そうですか、すごい、オリジナルですね。でもあのガリってそのあの箱に用意されてるお店もあるじゃないですか、こう、あ、ご自由にっていう、そう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 、回転寿司とかもそうじゃないですか、回る寿司屋さんのね、そうそう、うん、あれにたくさん取って空っぽにする人とか、うん、あのね、容器空にするったら大変だよね、うん、でもそのぐらいなんか大量に取って食べる人とかいません、いるよね、どっさりね、隣とか見るとすごいあの人いっぱい取ってる、うん、ねえ、無料だと思ってね、え、ここぞとばかりにいらっしゃいますね、はい、そしてラジオネーム富岡のアリオンさんからいただいています。寒いでしょう、観覧ありがとうございます、ね、もうちょっとだからね、早めに終わりにするかあと30分だから大人になったからこそ分かるあの魅力、大人っていうか年を重ねてって言った方がぴったりする、温泉ですと。正直言って子供の頃や若かりし頃は良さが分からなかった。やはり年を重ねてきて温泉に浸かり心も体も癒される幸せを実感してますし、そんな温泉大国群馬県に住んでることを誇りに思いますといただいています、うん、温泉ね、そうだね、これは やはり定番ですね、子供から大人にかけての、うん、私この間母とですね女子2人で草津温泉の旅に行ってきたんですよ。うん、そういいじゃないですか。で、まあもともとね小さい頃から父が草津温泉マニアだったので、うん、よくそう連れて行ってもらってたんですけど、うん、子供の頃はまずあの独特の匂いに対して、うん、なんだこの匂いと正直子供の頃思ってたんですよ、うんうんうん、だけどやはりねこう大人になって25を超えてきた今、うん、いいですね、良さが分かるようになったの、はい、あの泉質にもうたまらなくて、うん、まあ普通に泊まったんですけど、はい、その後帰るまでの間に2軒はしごしました、うん、あ、お風呂だけね、そうそう、西の河原温泉と御座の湯、うん、ね、ところに定番の、うん、大滝の湯は行けなかったんですけど、はい、行ってきましたね、北からにはね
そうそうそう、ね、一箇所じゃ物足んないでしょ、うん、最後湯畑飛び込んでそれはちょっとダメだけどね。あのね、香りっていうかね、温泉のね、あの硫黄のね、うん、あれ漂ってるもんね。そうですね。でまた昼と夜のそのやっぱ原なんか違った顔を持ってるじゃないですか、草津温泉の湯畑って。あのライトアップっていうかね、そうそうそう、綺麗だよねあれね。あれのやっぱり綺麗っていう思う感情もやっぱ違ったし、うん、それもそうか、はい、うん、子供の時はね、うん、わかんねえやね。あと熱の湯でこう湯もみ体験とかも、小さい頃とこの間も両方やってきたんですけど、うん、いや全然違いますね、やっぱり大人になってからやる。 なんで何してんだろうって感じでしょ、子供の時は。そうそうそう、あれは何をやってるんだろう。そうだけど大人になってから、ただ歌に乗せてねやってるだけかと思ったんですけど、うん、やはり草津温泉はあの源泉が50度以上だから入れないですよね。そう。あとなんかあれ入るさ手順もいろいろあるんだよね、うん、昔ながらのこういう順序みたいのがねありますね、なんかね、うん、あるし、やはりね、お水で薄めちゃうとその良さが出ないじゃないですか。そうらしいね。そうだからああいう風にいたみたいので ね、空気に触れさせてね、ね、うん、時間とかもあるもん ね手間かかってんだよ。そうですよね、うん、なんかそういうのをね学びながら入るとまたちょっと違うね、うん、いや大人になったね。でわらわら未熟のひよっこですけどはい、そしてラジオネーム、エイトママさんからです。エイトママさん、皆さんおはからです。おはから。おはから。私が魅力を感じるものはマスクです。マスク、マスク。子供の頃はつけていると息苦しいし邪魔だなと思っていたけど、今は1年の半分以上寝るときは毎日つけています。風邪の予防、花粉対策、メイクをサボったとき、乾燥対策など、今はマスクが大活躍です。うん、そこ来ましたか。そうね、まあじいちゃんも ね何年前からかな、喉さ、はい、喉さじゃね、夜寝ててさ、冬場とか空気、はいはい、乾燥してるから喉が詰まっちゃってさ、息できなくなって目が覚めるっていう、うん、なんかやだ、なんか不快な症状に襲われて、それからマスクするして寝るようになったら、はい、楽ちん。やっぱ違いますか。楽ちん、やっぱりほらこう湿気が常にあるみたいな。はい、うん、そうですよね。ただ朝ねマスクの跡がついてるほっぺたに、ほっぺたとか、うん、お鼻とかに、でもうたるんでるから戻んないのはい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 、うん、そっかそっか、はい、でもマスクね、朝ね違うとこ行っちゃったりとかもしてますもんね、もうね。あ、それはない。あ、それはないですか。うん、耳が痛いくらいで顔でっかいんでそうですか。台を買ってもなんかちょっとまだきついぐらいで、そんなに大きくないでしょ、小泉ちゃん。顔でっかい方ですよ。あ、時間になってしまいました。あ、すみません。それでは皆さん、今日はお待ちしております。メールよろしくお願いします。そしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小泉じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。はい、さあ12月も16日になったということで、うん、今年もねあと残り16日、うん、早いね。そしてクリスマス、皆さんまだ年末ではありません。その前にクリスマスがありますから、はい、クリスマスまであと10日です。10日ですか。はい、はい、木村豊さんは彼女ができたのでしょうか。ああ、そっちですか。で、作るって宣言してましたからね、放送内でね。あ、言ってたの、そんなこと。クリスマスまでに彼女を作るぞって木曜日担当は。何年後、今年の来年、うんうん、そんなこと言ったんですか。そうです。さあ、クリスマスもあともう少しということで、うん、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあります。はい、先週も告知をしましたが、おはからクリスマスプレゼント企画2019がスタートです。わお、はい、プレゼントなんかもらえるぞ。そうです。今年1年もね、おはからを聞いてくださりありがとうございました、うん、感謝の気持ちを込めまして、パーソナリティの私あーちゃんと色男の、うん、4名の担当のね、方がリスナーの皆さんにクリスマスプレゼントを渡しちゃいます。
わあ困ったぞ、はい、困るんだただですね、うん、今回はきちんとただ応募するだけではなくて、うん、ただじゃあげないって、はい、ね、いくらかかかるかからない全然進まない、全然進まない、はい、忙しいんだ今日ね、今日忙しいんですよ、うん、やりましょう、うんうん、キーワード、うん、キーワードをそう色男のみんなが1週間にわたって1日に2つずつキーワードを言っていくんですよ、うん、それを皆さんこう覚えてもらうとか書き留めてもらって、はい、それを全部合わさると10個の言葉になるんですね、うん、言葉にする、はい、そういうことです、はい、メモを用意してください。それではおじいちゃんが月曜日のキーワードを発表します。言っちゃうよ、はい、お願いします、はい、今日16日月曜日のキーワードはプイプイプとイです。はい、月曜日のキーワードはプイ、この2つがキーワードになっております、はい、プイプイプイ、さあこのプイがつながるのかつながらないのかは、うん、この後のキーワードに寄ってきますので、そうですね、はい、ぜひ皆さんチェックしてください、よろしくお願いします。はい、さらに今回はですね、おはからをいつも聞いてくださっているバイクで有名の、うん、あの川崎プラザ前橋様がこの企画にね、うん、もう賛同いただきまして、はい、2020年川崎レース写真カレンダーを3名様にプレゼントすることも決定しています。プレゼントの数が増えたんだよ、はい、そうなんです、うん、全部で15名ぐらいにも当たるのかな、うん、こちらもお楽しみにしていてください。150人とか言っといてさ、うん、気がつかないじゃない、もらった人は直送されるらしいからいやもう全然話が分かんなくなってきてるので、はい、こちら詳しくはホームページに掲載されておりますので、ぜひチェックしてみてください。では今日のメールのテーマの方いきましょう、お願いします。今日のテーマ、大人になったからこそ分かるあの魅力。はい、そうですね、幼い頃には分からなかったあの味、場所、人の魅力、今だからこそ分かるあの魅力を皆さんに教えていただいております。ラジオネームゴルゴ38さんからです。38さん、おはからでございます。おはから、今日のテーマ、大人になったからこそ分かる魅力。自分は子供の頃もつの感触、うん、がダメだったのですが、うん、群馬に引っ越してから渋川の某有名なもつ煮のところに知り合いに連れられて食べに行き、うん、食べてみたところ、40目の前にしてドハマりしてしまいました、うん、子供の頃とはまた違った感触だったので食べ過ぎに注意しようと思いました、うん、と。感触、食感、うん、感触って書いてあるけどね、まあ、食感ですよね。渋川のあの有名だね、もつ煮のね、うん、もう言っちゃっていいよね、うん、もう長井食堂さんだよね。そうね、ねえ、あれ残すとね怒られるんだね。嘘ダメだよ残しちゃ。でもあれは本当に食べたら病みつきになって1週間もつ煮でいいとか思っちゃいますよね、うん、ないんだよね他でね、あの感じないですよね。ないよね、うん、ねえ、でも群馬のソウルフードって言われてるじゃないですか、もつ煮は、うん、だからどこのお店でも、うん、まあ、なんて言ったらいいんだろう、まあ、他の地域とあまり変わりはないけど、もつ煮ってもうどこでもあるけど、うんうん、こんにゃくが絶対に入ってません、群馬って。そうだね、名物だから、うん、そう、なんかそれがちょっと違うところかなと。そうそう、あ、群馬のしか知らないんだけどさ、じいちゃんは。あ、本当ですか、うん、なんかまあこんにゃく入ってるとこたくさんあると思うんですけど、うんうんうん、なんか群馬の特徴って言ったらこんにゃくだね、なってくるかなとね、うん、いいですね、長井食堂さんのもつ煮あってやめられませんよね、はい、ラジオネームルルちゃんです。ルルちゃん、大人になったからこそ分かるあの魅力、お酒の味、タバコ、うん、それともメンズの趣味かしらと。お友達を見ると分かるけど、ボーイフレンドは外見で選んでいました、うん、でも結婚する相手の旦那さんを見ると、どのお友達も真面目で誠実な人ばかり、チャラい人とは結婚生活も続かないわよ。今週も元気にわっしょいロックンロールといただきました。おお、ロックンロール元気ですね。うん、そうですか。どうですか、コセンちゃん、だってやっぱ外見じゃなくて結婚する相手はチャラい人ではなくて、まあ、真面目で最初はね外見から入るんでしょうけどね、大体が。結構皆さんそうなってきちゃいますよね。もうだって分かんないもん、見た目性格とかさ分かんないじゃない。でもやっぱ出てるじゃないですか、見た目で、もうあ、この人は絶対にいい人みたいな。うん、それが案外ね
え、あの人に限ってそんなことするような人じゃないと思ったっていうような事件が起こると大体そうじゃん。そうだね。プラスから入る人っていうのは落ちるしかないですからね。逆にマイナスから入ると上がっていくからね。そうなんです。評価高くなるんで。ねえ、これがちょっと生きていく上でね、キューってなるとこですけど。はい。ねえ、そっか、わかりました。ルルちゃん、いいことは学びましたね。はい。やはり真面目で誠実な人を私も選んでいきたいなと、うんうん、ね、ルルちゃんそういう旦那捕まえたんだ、捕まえたんだと思います。ルルちゃんを見習って、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ続いてトゥーパンプスさんからもです。パンプさん、あーさん、じいさん、まーさん、おはからです。おはから、おはから。大人になって分かったのは苦味ですね。その代表がビールです。うん、若い頃はビールを飲んでも美味しく感じませんでしたが、ある程度年齢を重ねてからあの苦味の魅力が分かったような気がします、うん、食べ物も山菜は若い頃には分からなかった苦味が今では大好きになりました、うん、フキノトウの天ぷらで冷えたビールを飲む、これこそ大人の味ですね、と。苦いのはね、子供は嫌いだもんね。はい、うん、そうですよね。いや、山菜の天ぷらとかで、これはやっぱり子供と大人で感じ方違いますよね、うん、そうだね。なんか山菜って草みたいなもんね。ね、思ってたけどね、子供の頃ね、何がうまいんだろうなって。うん、あの、ワンツースリーのホテルあるじゃないですか、マーキュリーも昔、うんうん、あそこの隣の、あ、そば広さんでしたっけ、お蕎麦屋さんの、あ、お蕎麦屋さん、そう、うん、あそこのね、山菜の天ぷらがすっごい美味しいんですよ。うん、どこの山菜なんだろうね、特殊なところの山菜なんかそうかもしれない。じゃあ次行こう、はい、ラジオネーム深谷から来ましたさんも、来ましたさん、小さい時にふざけてちょっと飲んだビールの味に苦くて美味しくなかったのですが、うん、今では美味しくいただいております、うん、あとこの時期は子供用のクリスマスで飲むシャンメリー、うん、これを飲むのが楽しみでしたが、今ではワインやシャンパンがとても美味しいです。一昨日の飲み会ではワイン1本を1人で飲んでしまいました。わー、すごいね。1本飲んだか、ね、うん、いや、これお酒はね、うん、ワインとビールは一口だったらこういけちゃうけど、うん、日本酒がまだまだ一口しか飲めないの。うん、そうなんだ。赤は結構ね、頑張りますね、うん、じゃあシャンメリーにしとく、うん、そう、まだシャンメリーでいいかもしれない、ね、うん、でまだまだ大人になりきれてませんが。そしてトミーさんからですね。トミーさん、トミーさんは40過ぎになって登山にはまりました、うん、一番好きな山は北アルプスの白馬だけです。うん、そう、え、白馬だけで調べたら白馬だけでいいって書いてあった。白馬っつんだ。うん、花の百名山で高山植物が色鮮やかでとても素敵な場所ですって。うーん、もうこんなのスミヤさんとヒーくんさんが聞いたらたまんないんじゃないですか、うん、交流してください、交流してください連絡取り合ってね、わかんないだろうけど。サケ太郎さんです。サケちゃん、大人になってわかる魅力、スミヤさんならビール、コセンちゃんなら髪の毛がない魅力、はい、アッシ君はイソヒにいじられる喜び、うん、あ、喜んでるんだ。サトシさんは定番もっといじめて、ユタカ君は孤独の魅力、イソヒはもちろんぼっちの魅力、といただきました、うん、そうですか、はい。なお墓のメンバーってみんな寂しいですね、うん、そう考えるとね。サケちゃんは何なんですかね。ねえ、うん、サケちゃんがね、昨日はね、ハワイのママさんの息子さんの個展、うん、見に行ったよーと。あ、行ったっすか。その時にイソヒ軍団もちょっと前に 5,6 人来てたよーと。おー、そう、もしかしてファンの人たちって言われたんですけど、うん、そうなんです。私がちょっと行けなかったので、うん、せめてファンの皆さんだけには告知したいと思って、うん、ファンのみんなにお願いします、行ってくださいって言ったら、足霊が出てたんだ。そう、そしたらね、ファンのみんながね、行ってくれたんですよ。そうですか。そう、すごい感想も聞いたので、うん、ね、ハワイのママちゃんからもいただいております。はい、ママはね、息子の個展も100人以上のお客様にご来場いただき、大成功でした、うん、皆さんありがとうございますと。そしてレディーババさんからも、いやもうね、たくさんの方に来ていただきました、 MWAVE の関係者の皆さんにも本当にありがとうございましたとね、コセンちゃんも差し入れごちそうさまと。いや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 、いやいや、ねえ、よかったですね。もう100名超えたかい。あの、国旗がいっぱい並んでる作品とかすごいですね。あのね、うん、天才、うん、独特のね、あの色使いっていうかね、うんうん、そうね、よかったよ、うん、これは天才だなと思いましたね。お写真で太陽のね、絵とかもすごくほっこりしますもんね、うん、ありがとうございます。そしてひーくんさんからも、今週もね、ラジオ頑張ってくださいとメッセージもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ皆さんから温かいメールをいただいたということで、はい、今日はね、大人になったからこそ分かるあの魅力というテーマで皆さんからメールいただきました。ありがとうございました。どうもです、うん、さあ、あとあれですね、今日のキーワードもう一回言います。キーワード言う、はい、はい、今日のキーワードはプトイ、はい、プイ、プイですね、プトイ。さあどんな言葉になるんでしょうか、うん、残り8個集めてください、はい、今日のテーマはプトイでした。お墓からクリスマスプレゼント企画2019がスタートしています。ぜひ皆さんチェックしてください。はい、本日の担当は磯日彩香と小千じいちゃんでした。また明日お会いしましょう。さようなら、バイバイ。